α-1、4グルカン HCC、AH、は、シイタケ属に属する端子菌由来培養抽出物。AHCC は、シイタケ属に属する端子菌の菌死体培養液から、抽出された α グルカンに富んだ、植物性多等体の混合物である。これは、医薬品ではなくいわゆる健康食品として、開発国の日本のみならずヨーロッパ、アメリカ、アジア、 オセアニアなど広範囲で販売されており、保管代替医療の一手段としても取り入れられている。1989年に株式、会社アミノアップ科学と東京大学薬学部教授の岡本俊彦の共同研究によって開発され、その後、基礎、臨床試験が進み、1994年に、北海道大学医学部教授の細川、マ美男らによって、 AHCC 研究会が発足された。2002年には、関西医科大学第一外科のグループより、AHCC は、外科的切除後の原発性肝がん患者の生存率を延長させるとの論文発表があった。AHCC は、株式会社アミノアップ科学が製造する、健康食品の商標名である。AHCC の主な作用機序は縮小を介した。 自然免疫の活性化作用と考えられている。例えば21名の健康人ボランティアを対象に、プラセボコントロールの二重盲検での臨床試験では、AHCC 接種群において、ベースラインと比較して、相受上細胞数が増加したとの報告がある。しかし、AHCC の機能性のすべてを、免疫だけでは、説明ができず、糖尿病、腸疾患、 炎症など様々な動物モデルでの研究報告がなされている。HCC、AH、の原料となる端子菌は発売当初一部の販売業者より数種類のキノコの菌をブレンドしたものと記載されたパンフレットなどが使用されていたようであるが開発元の株式会社アミノアップ科学からは2006年に原料の端子菌は1種類であると正式にコメントされている。 AHCC は大型タンクで端子菌の菌脂体を液体培養して得られる。培養日数は最終的には45から60日間に及ぶ。菌脂体は予備培養によって菌脂体の塊であるコロニーを形成する。培養終了後に酵素反応、滅菌、濃縮、凍結乾燥などの工程を経て製品化される。 この HCC の製造工程及びマネジメントは ISO9001-2008ISO22000-2005 を含む国際的な品質や安全の標準化を厳守している。また、日本国内では財団法人日本健康栄養食品協会の健康補助食品 GMP を取得し製造設備は 医薬品製造に用いられる設備を導入するなど厳格なシステムによって品質管理がなされている。GI サッカライド HCC は乾燥椎茸やアガリクスと比較して糖質を豊富に含むことが判明している。そしてこの糖質成分は主に多糖類であると考えられている。端子菌由来の機能性成分として一般にベータグルカンが知られているが、 a h c c には、β グルカンは0.2%程度しか含まれて、おらず、メシマコブ同様に α グルカンが多く含まれている点で、他のキノコあるいはキノコ由来の食品と異なっている。中でも2位及び3位の水産元が、部分的にアシル化されたアルファ、α マイナス1、4グルカンの存在が報告されており、活性成分の一つであると考えられている。この、 部分やシルカアルファーグルカンは、単に単子金培養物の抽出によっては得られず、AHCC 独自の製造過程において、通常のアルファーグルカンが、酵素的に就職を受けて生じたものであると推定されている。また、製造元である株式会社アミノアップ科学では、AHCC 中の糖類関連成分を特定しており、 この成分と機能性に関する特許を申請している。HCC、AH、の原料である炭子菌は食用の椎茸の菌子体であり、その食経験からも食品として安全であることが推察される。稀に軽度な吐き気を起こすこともあるが、重篤な副作用はこれまで確認されていない。また HCC、AH、はその安全性を確かなものとするため GLP に準拠した。 手術の安全性試験が実施されている。実験として、ラットによる、その他、ハーバード大学においてが実施されている。AHCC は、自然免疫や獲得免疫を調節することにより、免疫サーベイランスを強化し、真菌や細菌、インフルエンザウイルスに対して、感染防御作用を発揮する。さらに最近では、AHCC と、 自然免疫の研究において、a、AH、HCC の死活性成分である α、グルカン核分によって誘導されるいるマイナス6、応答や NK 細胞の活性化は TLR に依存的であり、α グルカン核分の受容体の一つが TLR2 であることが示唆された。関西医科大学第一外科の寺川直義らは21名の 健康人を対象に、AHCC 投与群10名とコントロール群11名に分け、二重毛毛検無作為化試験により、末小血の受状細胞数を評価した。その結果、NK 活性や、インターフェロンやインターロイキンといったサイトカインの賛成に差は見られなかったものの、AHCC 投与群では相受状細胞数、並びに骨髄性受状細胞数の増加。 MLR の増強を認めた。DC1 は、ナイーブ t リンパ球を介した、抗がん作用において、重要な働きをする細胞であり、AHCC が、がん患者の免疫応答を改善しうることが示唆される。また、医療法人財団コンフォート病院会長の宇野、勝明医師は、水池関連サイトカインの測定に際し、末梢血単核細胞に、 T 細胞刺激因子でアルファを添加して、培養を行うと、AHCC 接種前には、健常人対象と非指定値を示したイエフェンガンマ、並びに、L、イルマイナス12において、接種後は、有意な酸性能の増加を示すことを認めた。これまでの動物実験において、AHCC の有効性が確認されている、投与量は、100から 1000mg、kg、である。 一方、ガン患者を含む人に対する臨床研究では、1日1から6ムの容量が採用されており、食品としての推奨摂取量もこの容量である。FDA から公表されているガイダンスに基づき、投0日容量を算出すると、例えば h、AH、1 c c 5 0 0ログラム0というマウスへの投与量は、6 0ラムの人で1日2 5ム容量に、 相当する。これは、動物実験における有効投与量と、臨床研究での有効容量に乖離がないことを示すものである。AHCC は、動物実験において、癌の転移を抑制し、薬剤による肝障害を改善することが報告され、臨床においても NK 細胞の活性化促進、樹状細胞の総数を上昇させることから、癌患者の治療における、 BRM としての効果が期待されている。これらの背景をもとに、関西医科大学第一外科教授の上山康らは、関節除術を施行し、関西某癌と診断された、患者222例中、おおよそ半数の113例が AHCC を摂取し、レトロスペクティブに予後を比較した。その結果、術後の AHCC 摂取が、肝炎の改善。 再発予防及び生存率の改善などいくつかのパラメータで統計学的に有意な効果を示すことを報告している。その他、水がん乳がんに対しても AHCC の効果が報告されている。同時に、大国立がん研究所のスーフェン・マノロマナラは、AHCC は進行性肝がん患者の生存期間を延長させ、QOL を改善すると報告している。 また、関西医科大学外科講師の川口雄才らは、臨床で約7年間、消化器間の術後補助療法として、AHCC を併用し、その有用性を検討した。その結果、胃がんでは、ステージアからステージファイアまで、大腸がんでは、ステージ0からステージファイアまで、累積5年生存率が達施設より上昇したと、報告している。 そして、四国国立がんセンター泌尿器科の住吉吉光らは、厚生労働省がん特別研究班として、初の、癌の代替医療の科学的検証と、臨床応用に関する研究プロジェクトにおいて、前立腺がん待機療法症例に対する、AHCC による人介入試験を実施した。平均年齢73.5歳の74例を、 対象として、AHCC を6ヶ月間接種し、PSH の変化、有害事象、QOL を評価した。その結果、74例中1例のみ、PSH が50%以上減少し、副作用は下痢と、皮膚創用感が1例ずつ認められたが、いずれも、軽症で、接触コンプライアンスはほぼ100%と、良好であった。PSH 判定による、 直接的効果は認められなかったものの、ほぼ PSH 変化はステーブルであり、安全性も良好で、不安感の軽減効果も認められ、AHCC の有用性が報告された。さらに、厚労省の同プロジェクトにおいて、現在、AHCC による抗がん剤治療の副作用軽減に関する臨床、試験が大阪大学、金沢大学で実施中である。 抗がん剤との併用効果臨床の現場で、いわゆる健康食品が用いられる場合は、通常の治療と併用されることが多く、特にがん治療においては、化学療法と共に用いられる。HCC、AH、についても抗がん剤との相乗効果を目的として使用されている。北海道大学名誉教授の細川増美男らは、化学療法によって起きる。 高腫瘍免疫反応の抑制を回復させることを目的として乳がん移植したラットに AHCC とアフトを併用し治療効果を検討した。その結果 NK 細胞とマクロファージが活性化されラット乳がんの原発層の増殖と転移を抑制し、それは AHCC が PSK やレンチナンなどの BRM と同様に 宿主の自然免疫防御機構を回復させたかあるいは増強させたことによると報告している。そしてテキサス大学付属病院 MD アンダーソンガンセンターのジュディス・エス・ミスラは AHCC の肝臓代謝酵素に対する影響を調査した結果、抗がん剤などの多剤の代謝に与える影響の可能性は低いと結論付けている。また、 AHCC とドキソルビシン併用における、相乗的な癌細胞増殖抑制作用を示唆した。このように AHCC には、癌化学療法の補助療法として、その治療成績を向上させる作用が期待されている。エール大学、ディネン・インラは、自然免疫と獲得免疫の両方に、AHCC が関与すると報告しており、細胞性免疫は、 もちろんのこと、自然免疫を増強することにより、抗がん剤の活性を保管している可能性が示されている。抗がん剤の副作用を予防現在離日ッで使用されている多くのがん化学療法剤は、細胞増殖阻害活性が主な作用基準であるため、正常細胞にも作用が及び、あらゆる副作用をもたらしている。AHCC は、そういった化学療法剤による、 副作用を軽減する目的でも使用されることが多い。脱毛、食欲不振、吐き気、骨髄抑制、肝障害や腎機能障害などが緩和されることが報告されており、これらについては動物実験によって検証されている。これは AHCC が抗がん剤の有する長所を伸ばし、欠点を克服することができる機能性食品になり得る。 可能性を示唆するものである。一方、臨床試験においては、関西医科大学第一外科の柳本康明は、水胆動眼患者の化学療法における AHCC 服用の副作用軽減効果を検討し、コントロール群に比べ貧血や CRP 値に優位な改善が見られ、さらに化学療法に伴う味覚異常が優位に軽減されたと報告している。 よって AHCC は、化学療法における副作用軽減に有用であり、QOL 維持に役立つ可能性を示唆している。AHCC は、自然免疫、獲得免疫の両方に影響し、新菌類、細菌類のみならずウイルス感染に対しても有効であることが報告されている。帝京大学医新菌研究センター教授の安倍、茂良は、 サイクロホスファミド投与による、高中級減少マウスモデルにおける、カンディダアルビカンス、緑膿菌及び、メチシリン体性黄色ブドウ球菌感染に対する、予防投与効果を報告している。インビトロにおいて HCC、AH、そのものには、C r ビカンスに対する抗菌活性が認められない、ことから、この効果は、AH、HCC の縮小を介した作用、つまり、 宿主の感染抵抗性の増強作用によるものと考えられる。また、ニューヨーク州立、ビンガムトン大学、エルナン・アビレスらは、クレブ・シエラ・ナモに感染に対する防御効果を報告しており、17外傷、感染あるいは飢餓による免疫低下や、その他の生態への悪影響を改善する可能性があることを示唆している。さらに、ドレクセル大学において、 動物を用いたインフルエンザウイルスに対する感染実験では NK 活性の上昇が認められており近年鳥インフルエンザやニシナイルウイルスの予防にも効果的であることが報告されているスペースフライトが免疫力に及ぼす影響を研究している米国モレホース医科大学ジーソネンフェルドラは AHCC をフライトモデルマウスに投与すると それらの免疫力の向上と、細菌感染に対する死亡率が低下することを報告し、機能性食品の宇宙食としての AHCC の有用性を示している。実験は、まず感染の10日前からマウスに AHCC を投与し、その後、講師を吊るし、スペースフライトと同様の負荷を与え、そのまま AHCC を投与し続けた。 懸垂状態にしてから2日目に LD50 相当量の肺炎換菌を感染させ、2週間免疫パラメータと感染症の状態について観察した。その結果、生存期間延長、脳酸性増加、TNFαL-1β 酸性が優位に向上し、AHCC は免疫低下、感染症への抵抗力低下が改善されることが示唆された。 そして宇宙で実施できる臨床試験は限られており、このような動物実験の講師検水モデルは宇宙における無重力に近い状態を再現することができ、生理学的に大変有用であると報告している。さらにジーソネンフェルドラは脚部障害感染モデルにおいて AHCC は細菌感染に対して保護効果があることを報告している。その実験は モデルマウスを用いて、感染前8日間に HCC を強制傾向投与した。感染24時間前からマウスを絶食させ、さらに感染後6時間まで継続し、LD50 相当量の肺炎換金を大腿部の筋肉内に感染させ、HCC、AH、投与群とコントロール群で生存率を比較した。 その結果、AHCC を全投与したマウスの生存率が大幅に延長され、サイトカインやリンパ球が増加し、免疫システムの全体的な活性化を誘導し、絶食を含む外科的感染症モデルにおいて対応策として使用できることが明らかになった。また、独立行政法人医薬基盤研究所の難病、疾患資源研究部疾患モデル小動物、 研究室プロジェクトでは宇宙放射線を含む宇宙環境の人体影響評価と防護に関する研究の中で AHCC による放射線防護効果の可能性を示している。すなわち2%の AHCC 水溶液を経口摂取させたマウスに放射性セシウム137のガンマ線を照射したところ AHCC を摂取させていない対象群と比較して 白血病や腫瘍、胎児期系の発生率が優位に低下したことを宇宙利用シンポジウム2011で報告した。以上からスペースフライト感染モデルや外科的感染モデル、放射線照射において AHCC は生存率を上げ死に至る時間を延長し、さらには致死量感染に対する抵抗性を誘導した。 これは早期の人食い的なバランスある免疫反応や細菌の効果的なクリアランスにつながる白血球の再分布を誘導することによることを示唆している。ありがとうございます。